何これ、マサト君、喘息持ちさんのことですね。喘息持ちさんですね。はい、行きましょう。ゆっくりゆっくり、はいはい。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディア喘息さん。ハッピーバースデイトゥーユー。はい、プレートにはなぜかマサトと書いてありますけど、はい、喘息持ちさんお誕生日おめでとうございます。はいはい、みちゃん、はい、お手紙忘れた。え、お手紙忘れたの？いや、段取りがいろいろ。うん。はい。はい、喘息さんいくつになったんですか？え？お、何それ？プラモデルだ。8。俺も。8。28になっちゃいました。あと2年で終わり。はい。いや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 。はい、あー、みんなの寄せ書き。はい、どうぞ。はい、寄せ書きと、はい、プレゼント。これはみんなで少しずつ出しだったのかな？はい。みんなで少しずつブルーアイズ当てようぜっていう。ああ、今この場でブルーアイズをちゃんと糸を汲み取ってある。はい、ラッシュデュエルのボックスがいくつあるの？いくつか。うん、ラッシュ5ボックス。5ボックス。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ喘息さんのこれなんかろうそくで吹くもあるそうで、はいはい、あ、ふーって吹いちゃってください。はい、おめでとうございます。はい、8だ、8だって。うん、まだ8です。うんうん、魔法使いなかったのが2年です。そうだね。足立さんに会ったのは足立さん高2の時だもんね。高2かなんかだからね。全然変わってないよね。まあそうだな。うん、学ラン着てたらもう全然まだ入るだろう。俺は鎖高入りますよ。うん、鎖高入る。再入学するって。先生いいか。はい、おめでとうございます。喘息さんでした。じゃあケーキ食べようって、ケーキ食べようと思ったら、あれ、何やってるんですか？もう向いちゃってるんですか？あら、え、ブルーアイズ当たったらいいな、当たったらいいな。まだ持ってないの？まだ持ってないです。そうか、喘息さんはまだ持ってなかったんですか。ブラックマジシャン持ってるけど。うん、あ、ブラックマジシャンの方ね。はいはい、ブラックマジシャン当てたけど、ブラックマジシャンはこっから欲しい。当たったけど、ブルーアイズは一回も聞いたことない。すげえ。当たった時奇跡。ブックアイランドは商品が安いわけでもない、そして広くもなければ綺麗でもない。だがたった一つだけ負けないことがある。ブックアイランドに来れば友達、仲間ができる。ブックアイランドジュニア入間店。